ありました。今日のお相手は私、新垣博正、ミキサーを担当していただきます。はい、小春です。よろしくお願よいいろたししくお願まいす。します。はい、今日は、ゲストさんをお迎えしておりますが、また後で紹介いたします。はい。今日はいい天気になりました。そうですはい。ね。2月に入りましたよね、今日からはね。い。はい。それで いい天気になって、あまり暑いもんですけど、今日私半袖ですけども、はい、半袖でも暑いぐらいですね。珍しいですね、本当にそうね。ですね、はい。確かに。今日何度ぐらいあるのかな、今。23度と23か、度。ははい。い。感覚的には25度を越してるような感じがしますね。確か特に。にスタジオの中はちょっと暑めですね。はい。まあ、景色も、夏の風景みたいな、海が広がっておりますが、全国に放送しておりますので、他県の方はいかがでしょうかね。まだ雪の話とか 出る季節なんですけども、沖縄はこういうふうにたまに2月でも夏みたいな日が来るんですよそうですね。ね。今週はまだいい方なのかな。こういう天気続くのかな。ですかね。またちょっと寒くなったりするとは思うんですが、繰り返しそうですね。はい。お体気をつけてください。はい。暑かったり寒かったりするとね、上着を羽織ったり取ったり、もう忙しい一日になるかと思いますが、はい。それでは今日はですね、ゲスト、先週も約束しました通り、ゲストさんがスタジオに入っていただきました。それでは自己紹介していただけますか。どうぞマイクの前に、皆さんこんにちは。朝から緊張していますが、沖縄ベタニアチャーチの大城春英です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いしよろしくお願いしまます。す、はい。大城春英さん、緊張しているということですが、大丈夫です。はい。気軽に お話ししてくださいね。あまり、緊張すると、思ってること言えなくなると思いますので、はい、もう普通に運択してるつもりでお普願通いいですたします。ね。はい、わかりました。今日もですね、聖書の話をいろいろとやっていきたいんですけども、今日は、春江さんを中心にですね、お話をしてみたいと思うんですけども、まずいつものようにですね、小春ちゃんに聖書の、御言葉から拝読していただきましょうか。はい。今日は新約聖書の、一番最初の方のマタイの福音書、11章の28節から、30節まで読んでいただきましょうか。はい、では読みます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私のくびきを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからです。はい、アーメン。はい、感謝します。今日は、ゲストの大城春江さんから、選んでいただいた御言葉ですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいという、これは教会の看板としてもよく挙げられてますよね。そうですね。はい。教会よく教会の前とか通るときにご覧になっていただければと思うんですけども、まあ、全部の教会ではないんですけどね、教会の、入り口とか、あるいはまた外壁に掲げられている御言葉でもありますね。じゃあ結構有名な、はい、言葉でもあるんですかね。代表的な、御言葉、まあ、中には神は愛なりっていうふうに書かれている看板とかもありますし、よく見ますその看板。この全て疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいっていうふうに、この、看板なども目につくかと思うんですけども、まあ、これは、何を意味しているのかな。番組でも前にもちょっと言ったと思うんですけど、お話したと思うんですけども、はい、まあ、聖書というのはもう常に繰り返し繰り返しお話しすることによって、身になってくるところがありますので、はい、何度やっても新しい角度からまた切り込んでいくということがありますので、はい、あるいはまた、受け取る人によってですね、この心境にどういったインパクトを与えるかということもですね、違ってきますので、そのあたりもですね、今日は、春江さん
から、いろいろとお話を伺っていきたいと思うんですけども、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ハレーさん のまず教会とかですね、このクリスチャン生活が始まったというののきっかけっていうのをお話ししていただきたい。いわゆる証ですね、体験談、はい、どうぞマイクに向かってですね、はい、ちょっとメモしてきました。はい、メモしてきました。証なんですけども、イエス様を信じて救われたこと、今から読みますので皆さん聞いてください。私は幼い頃の家庭は言葉では言えないくらい悲惨なものでした。思い出すと辛くなります。物心ついた時には私の父親はお酒を飲んでいつも暴れていました。特に大きな声で怒鳴り声とあらゆるものを壊したりしていました。いろんなものが投げ出されたりして、家の中では住める場所ではありませんでした。お酒を飲むと顔がとても怖くて近寄れませんでした。あまりの怖さに涙が出ませんでした。会話も父親としたことがありません。また一緒に遊んだこともありません。またおばあちゃんの家やまた外で寝たり家の屋上で寝たりもしょっちゅうでした。家庭環境も悪いので学校も楽しくなくて、私の居場所がなくていつも寂しい思いをしていました。またすごく愛に飢え渇きを覚えていました。お酒を飲んでない時の父親はとても優しい顔をしていましたので、その時の父親でいてほしいなと子供心にいつも思っていました。なぜ私のだけが家だけがこんな不幸なんだろうと思っていました。周りの家庭が羨ましくてなりませんでした。お酒を飲まない時はとても優しい顔をしていたので、その時の父親は好きでした。私は親にも愛されず、すごく愛されたいと思いました。可愛いもありませんでした。学生生活や社会人と私は自分自身が大嫌いになりました。それから結婚し家族ができました。それでも私の心は満たされませんでした。幼い頃の虚しい気持ちからやがて私もお酒を飲むようになりました。私は父親のようには暴れたりはしませんでした。そういう父親になりたくなかったのです。お酒がやめられなくなってしまい、自分自身が怖くなりました。私は一体何のために生きているんだろうと思うようになりました。今のままの生活はいけないと思いました。そして教会の看板を見て教会に導かれました。また先ほど言いました聖書の言葉、入り口の掲示板に、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、アーメン。この聖書の言葉で私は救われました。また牧師をはじめ兄弟姉妹がすごく親切に優しくしてくださいました。その時心にすごく平安な気持ちになりました。そして私の罪許され、神様の子供になり、永遠の命を与えられている喜びに心から感謝しています。また20歳から35歳までお酒飲んでましたけども、お酒も本当に教会に行き始めてしばらくしてもう完全にやめることができて、本当に奇跡を覚えました。そのことを主人に話すと、主人も本当にびっくりして、イエス様はいるとおっしゃってくださいました。本当に感謝しています。はい、以上です。アーメン。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。壮絶な体験でしたね。びっくりしましたね。はい、何回聞いても、私も何回かこの、ハレーさんのお話を聞いたことがあるんですけども、改めて、本人の口から聞くとちょっと涙が落ちそうになるぐらいですね。幼少の頃にこういう体験をしたっていうのをですね、
ちょっと大変な思いをされたんだろうなと思いますね、うん。まあ、だからこそこの御言葉が心に響いたんだろうなというふうにも思いますし、うん。まあ、先ほど言いましたようにやはり看板があったんですね。看板がありました、はい、ね、あるんですよ、はい、教会の中にですね、あれ外になくても中に何かねこうかかっている場合がありますし、なるほど、はい。まあ、それは、重要な、御言葉だよというところと、また教会はそういったところっていうのですかね、そういった人たちの集まる場所とも言われてますので、決してあの敷居が高いとか、清くなってから行くとかそういうもんではなくて、汚れたまま教会にぜひ来てくださいということなんですよね、はい。特に私たちあのベタニアチャーチはそういう教会ですよね。そうですね、はい。うん、まあ、別名ホームレス教会といったり、刑務所から帰ってきた人たち教会みたいな性質があるんですよ、はいはい。公園生活を16年とか18年とかねやった人たちが救われて教会の役員さんになったりするというケースもありますし、あるいはまたあちこちにね入れ墨入れててね、あの刑務所も3回行った人とか4回行ったとか、まあなんかそれを自慢してるような人たちみたいなのが集まったりするっていうケースがあるんですけども、まあ、こういった人たちにとってはこの今読んでいただいたマタイの福音書の11章の28節というのはダイレクトに心に来るんでしょうね、はい。まあ、そういう経験がない人たちにとってはあまり響かないかもしれませんが、こういう、苦難な経験をされた方々にとってはこの御言葉は、ずしーんとくるところだと思いますし、また癒しになるといいますかね、はい。本当に、重荷が取れたっていう人たち多いですよね、うんうん。この重荷の取り方っていうのは春江さんどんなこう手順でこう癒されていきます？私はあの賛美が大好きで、うん、賛美を聞いてもうすごく、うん、あの涙が出ました。もう本当に癒されて、この賛美の歌詞を見て、はいはい、うん、そうですよね、はいはいはい、なるほど、はい。歌っていくうちに、癒されてくる、だんだん癒されてきましたね、うん、はい、うん。まあ、それもありますね、はい。確かにあの教会に行くとねたくさん の、 あの 賛美がありますね、特に心に響く、歌詞が多いですよね、はい。私も最初教会行った時には慈しみ深きの賛美で、うんうん、すごく癒されました。お、はい、それでも家族にもなんか教会行き始めて、うん、優しくなれたんですよ本当に。あ、うん、なるほどですね、はいはいはい。もう本当子供たちも、うん、主人にも悪かったなと思って、うんうん、それから少しずつ変わっていきました、はいはい。ま、日本の賛美歌の中でも非常にポピュラーですよね。そうですね、はいはい。この慈しみ深きっていうのは、まあ、これの歌詞をゆっくりですね、うん、読んでいくと打ち値するところがあって、うん、まさにこういう経験をした人たち、幼少の頃につらい思いをしていった方々はこの言葉で涙をする、この歌詞に涙をするっていうのを私たちも何回も教会で証、いわゆる体験談を、神様に救われた体験談を聞いたことがあるんですけどもね、はいはい。じゃあ春江さんもその、漏れずその一人だったわけですね、はいはい。その時から、教会にもうずっと足を運ぶような。そうですね、もう休むことなく欠かさず行くようにしてます、はいはい。どちらの教会でした？最初他の教会。他の教会そして、うん、ベタニアとの出会いというのは どのタイミングでした？ベタニア、うん、ゆいまる教会というところがありまして、はいはいはい、糸満のね、はい、ラジオを聞いて、うん、そこに導かれました。ラジオで、はい、聞いて、うん、その前に私ちょっと7年間、うん、このゆいまる教会行く前に7年間うつ病だったんですよ。うつもあったんですけども、そしてゆいまる教会行って少しずつ良くなってきて、うん、今はもう良くなってます、はい。すごいですね、はい、全然感じないんですけどね、うん、もう言われますね、うん、昨日も
教会の礼拝では、ステージに立って、賛美を、ね、リードしてたんですけどね。私そういう人じゃないんです、本当にね、あの、うん、引っ込み思案で人前で話したりとかこういった歌う人じゃないんですよ本当に。だから最初なんでここに立って歌ってるんだろうって思ってすごい自分でも不思議な、びっくりして、あ、これはイエス様が神様がしてくださってるんだなっていうのが本当に伝わって、うん、あのすごい喜びに満たされます。あ、はいはいはい、本当ですよね、はい、あの賛美は、もう心が洗われるっていうのがぴったりかなと私は思ったりするんですけどね。毎日歌ってます。毎日歌ってる、はい、うん、毎日ね CD かけて、うん、そうですね、はい、うん、まあ、そうすることによってあの満たされますし、また、はい、あの教会でよく言うあの聖霊十万に満たされるっていう体験をされますよね。それ不思議なんですけど、家族ね、私が大きく声で賛美しても誰も文句言わないんですよ。うん、うん、だから家で歌ってる、家で歌ってるんですよ。だからなんかね、うん、歌ってる、こんな大きく声で歌ってるけど、お母さんなんかね、あのもしね、なんかあるんだったら言ってね、あの歌わないでって言っていいからねって言ってるんですけど、うん、それさ、うん、だから私自身がなんか気持ちよく歌ってるからなんでしょうね、はい、それ止めたくないのか分からないですけど、はい、いいことですね。、はい、でも歌声が家庭にあるっていうのは明るくなりますよね、うんうん、そうですね、うん、パッと、うん、ましてはこういう賛美歌がね、うん、が家庭で、響くというのは、うん、家族も明るくなるですよね、はい、家族も優しいですね、はい、うん、はい、受け入れてくださって感謝ですね、うん、本当ね、感謝です、はいはい、私も知らず知らずに下手な歌ですけども歌ったりするんですけどね、上手じゃないですか。いやいやいや、私も音程が少し外れるんで賛美チームっていうのは本当に尊敬します。あの新学校であの順番に回ってきますよね、はいはい、あの賛美のリードがね、はい、あの時にももう自分たちのグループの週に当たるともう緊張してしまってね、あ、そうなんですか、立つだけでもう汗びっしょりで見えないですけども、うん、ある時あのテストの日に僕当たったことがあったんですよね、で一生懸命あのテスト勉強したんですけども、はい、あの賛美リードやった瞬間にふわって忘れてしまってね、テスト の, あの勉強したことがですね、非常に悪戦苦闘した思い出があるんですけど ね、 そうなんですね、はい、普通だったら、聖書のこの箇所回答できたはずなのに思い出せなくてね、もうこの賛美やったおかげで一瞬忘れてしまったというのが、はい、あの苦い思い出があったんですけどね、いや別に賛美のせいじゃないんですけども、はい、自分が、こういう緊張してしまってですね、はい、あの悪戦苦闘したっていうのは経験がありますけども、はい、まあこれは私の話なんで置いておいてですね。意外ですね、うんうん、たまにあるんですよ、はい、まあそうですか。もう賛美リードを立つようになってからどれぐらいになります？5年ぐらいですかね。5年ぐらい前から、うん、5年で、あの進学校も、はい、あの卒業されましたよね、はい、私の先輩になりますけども、進学科、あ、そうですね、ですよね。実は私学校行く人じゃなかったんですよ、あの山内牧師に言われて、うん、あの、はい、学校行ったらって私もずっと悩んで、うん、この先生何言ってるん、この牧師何言ってるんだと思ったんですよ。はいはいはい、でもあのなんか示されて神様に、うん、あ、私は行きたくないんだけど、あの、うん、これ行きなさいって言ってるんだなと思ってすごく悩んだんですよ、はい、それでもう行きますって言って、もうそれで行くようになりました。なるほどね、はい、あ、失礼ですけど、あの普通上の学歴っていうのはどちらまで？普通高校、高校卒業、はい、大学とかで、大学も行ってないです、ない、はい、あ、僕と一緒ですね。あ、そうなの、なんか行ってるような感じが。僕も高校卒業ですから、うん、はい、なんか大学行ってるみたいですけど、あの今だったら行けばよかったなというふうに、ね、思う時もあるんですけども、う、はい、もう当時はちょっと怠け者だったんでしょうね。もう大学行かずに高校卒業してすぐ就職しましたけども、はい、はい、まあ、僕も何十年ぶりに進学校ということになって学校行くというなんか新鮮な気持ちになりましたけどね、私の場合は、はい、まあ進学科ではなくて聖書科でしたので、少しあのゆとりは気持ち的なゆとりはあったかなと思いますね。週3回ですよね、これ大変ではなかったですか？楽しかった進学校、うん、はい、もう家族の理解もあって、主人も言った、うん、学校行くよって言ったらもうすんなり
行っていいよって、また子どもたちもね、お母さんが行きたかったらどうぞ行ってくださいみたいな感じで、うん、みんな協力的でした。あ、なるほど、はい、よかったですね。だから私も行きやすかったです。はい、はい、そこまで、変えられたっていうことですね。はい、はい、それでは先ほど、春江さんの方からお話がありました、今日の曲ですね、はい、慈しみ深きを一緒に聞いてみたいと思います。それでコマーシャル行ってからまたお話しましょう。はい、難しい言葉を使ってるね。見えるかな。あ、でもアルコール依存症は一人では抜けられない沼らしいですねって来てますね。そうだな。大変ことだったから。しげるさん、ごめんなさいね、ホリスティスティックってよくわからないんで教えていただければ。あと、カール・ラットカさんも、この方私知らないんで、ごめんなさいね、ゆっくり教えていただければありがたいですね。ホリスティックは、うん、聖なる力。ああ、そういうことですか。聖なる力、しげるさんもなんか教会とか行ってるんですかね。聖なる力、じゃあ CM 行きますね。はい、こうやってね、ダイレクトでコメント。カールは、20世紀の心理学者。あ、そうですか。ありがとうございます。教えていただきます。ではまもなく CM 開けます。はい、ラジオ聴きの皆さん、ハイサイ協会デビルをお届けしております。今日は、ゲストに、大城春江さんをお迎えしてお話を伺っております。コメントも寄せられてます。あ、
冒頭私ねこのスタジオ、配置替えされてるんでね画面は普通前にあるんですけども今日は横にあるもんですからね全然気づかなくてですねあのコメントがたくさん入ってるのを、後回しにしておりました。いつも、にゃこさんありがとうございます。コインもいただきましたこんにちはということですね。そしてしげるさん、はい、しげるさんはこの番組は初めてですかね。多分初めてじゃないかなと思います。はい、いくつか紹介していただけますか小春ちゃんの方で。はい、はい、こんにちは。はい、こんにちは。アルコール依存症にはホリスティックな力が必要なのかは確かなようですね。カール・グスタフ・ユングさん、こちらは心理学者さんらしいですが、その方もそう指摘しています。またアルコール依存症から抜け出すための児童組織、これはトリプル A でもいいのですかね。でも、うん、その思想は活用されています。一人では抜けられない沼らしいですね、アルコール依存症はと来ています。はい、はい、そうですよね。まあ彼さんは体験してますから分かりますよね。はい、はい、うん、これもやっぱりエス様の力ですね、うん、私の力では、はい、しげるさんの方ね、あの聖なる力というふうにね指摘されてますから、うん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 、まあやっぱり自分の自力で行こうと思っても無理な世界ですね。はい、うん、もう何度も挫折しましたね。もうよく飲まないこうと思ってるんですけど、また翌日になったらまた飲んでしまうの、うん、これの繰り返しでした、うんうんうん、変な魔力があるような感じですね、もうこれね、もう、 あのうちの教会もね、このアルコール依存症、薬物依存症、あるいはギャンブル依存症、うん、なんとか依存症というのがいっぱい来られますけども、やっぱ共通して言いますよね皆さんね、はい、一人ではもう抜けられない、うん、ギャンブル依存症でも一人で抜けられないんですよね。抜けたかなと思ってるけど、また誘われると行っちゃうんですよね。 あるいはお金が入ってくるとね行っちゃうんですよね。いろんな誘惑がありますもんね。誘惑はすごいですね、生活の中で、はい、うん、これ 3A トリプル A？ ん、はい、あ、組織の名前ですよね確かね。自助組織、自助組織、うんうんうん、あ、私はよくわからないんですけども保険会社のトリプル A かなと勘違いしそうですけどもねごめんなさい、はいはい、またいろいろと教えていただければと思います。はい、それで今晴恵さんも伝道師という肩書きを持ってますよね、はいはいはい、私もこの前与えられましてね、はい、ちょっとあまり似合わないんで、返上しようかななんて言ったら怒られそうですね。今までこの教会の働きとしては、晴恵さんはどのポジションでどれを やられました。あの家庭とか、あの、うんうん、家庭礼拝、家庭とか友達とかにも、はい、あの食事行こうってあの向こうから誘われて、その時にあの、うん、エス様の話をしたりして、はいはい、皆さんどういう反応されますの。なんか私の話聞いたら行ってみようかなっていう人もいますね。はいはいはい、うん、で過去の春江さん あの子供の頃とかそういう学生時代とかっていうのを分かっている方と今比較するっていう人ことが分かる人もいます。あ、いますね、はい、うん、変わったねって、うん、おやっぱり分かるんですね、うん、はいはい、もうこうね、ずっと見てる方からすれば変化っていうのが分かると思うんですけども、はい、まあ、我々は過去のこと分からないんで、もう変えられた春江さんのことしか私見たことないんで、はい、こんな過去があったのかっていうふうにね、全然あの想像がつかなかったんですけども、こういう証しをしていただいて初めてですね。あの、なるほど、皆さん最初からこうではなかったんだなっていうのが、うん、分かってくるんですけどね、うん、小春ちゃんからも何かありますか。そうですね、どれ、あ、いろいろこの昔のお話
すごく大変な時期もあったっていうお話も聞いたんですけれども、はい、時々このハイサイ教会デブにいらっしゃるゲストさんたちってやっぱりそういう方たち昔結構大変なことがあったであったり挫折したであったり、はい、そういう方たちがゲストに出演してあのいらっしゃるので、はい、今日もまたお話聞いて驚いたんですが、うん、この変化っていうのがやっぱり大きかったんだなっていうのをそうですね、はい、感じましたね。今はもう心の方も何も